パンチのスピードとかキレとかすごい良くなったよ。前田さんが結構毎週のように電話くれるんですよ、ね、でパンチの技術なんかこういう動きでこういう重心でやった方がいいっていうのすごいアドバイスもくれて、それも結構実際に使ってたんですけど、でもね、はい、悪いとこあってね、リズムが全部同じ。ああ、リズムが、はい、でね、顔は全然動かない。ああ、顔の位置がリズムが同じで顔動かなかったら顔たまらんじゃん。プロなんだから何がか分かんないんだよ。だからね、 100% 注視だべよ、 100% どんどんリズム変えないとダメだよ。そうですね、リズムをね、臨機応変に変えるのってあの、ね、ボクシングで井上とかね、井上尚弥とか、あとこの間井上行きましたよね、やったらあのフィリピンのチャンピオン、何だっけドネア、あの辺りはね、もう臨機応変に変えるんですよ、はい、リズムで。そうですね、どういうのが必要ですかね、その打撃に関しても、首に関しても。打撃に頼りすぎ。頼りすぎですか、はい、多分ね、もし試合中に手を折りました、はい、パンチ当たっても威力なくなりました、思いっきり打てない、どうしたらいいねんなん時に、そういうパニックだよ。ああ、そうですね、確かに、うん、だからね、そういう引き出しをいっぱい持ってないと。そうですね、はい、これからさ、日本でチャンピオンなんていうのはダメなんですよ、はいはい、だからメダルタイトル、はい、メダルタイトルを取って、で、取るだけじゃなくて、ちょっとなんかあいつ怖いぞ、はい、ちょっとあいつ試合する嫌だな、はい、って思われるような、そういう選手にならないと記録には残らないね、記録には、はい、記録には残らない。